では皆さん、理論の方はこのまで見ていただくとして、皆さんにお見せするのは実技にしていきましょう。今からお見せするものは、ストレングストレーニングの最終段階で入れてほしい、爆発的トレーニングという形になりますね。まず一番最初、一番最初にやってほしいことは足の方から動かすトレーニングをどんどんやってほしいという形です。でそこから手につなげていくということをよく覚えておいてくださいね。今日は、簡単に皆さん最初覚えてもらうために、導入期はダンベルを使ってやります。もちろん最終的には担いで、バーベルとかを担いで、重い重さで、ただし、爆発的トレーニングなので、スピードが落ちるような状態でやるとあまり意味がないんだってことをよく覚えておいてください。まずダンベルをこうやって持ってきます。ダンベル、今日5キロのダンベル使っていきます。スクワットジャンプなので、まずはスクワットのポジションを取ります。まあ、こういう形ですよね。でその形であったら上に飛ぶっていう形ですね、っていう形になるんですけども、皆さん、ジャンプトレーニングなんで、基本的なことは体重を自分の靴の前3分の2にしっかり預けて、でまずスクワットポジション、パワーポジションですね、パワーポジションをしっかりとって、でそしてトリプルエクステンション、股関節、まあ、特に股関節を中心に使ってください。股関節、膝を使って上にジャンプですよね。でジャンプするときは、あ、ダンベル持ってるんで、ここの位置ですね。でジャンプですね。でそしてジャンプしたときはなるべく足首がこう背屈されて、で着地がしっかりまた前方3分の2でしっかり体重で着地するように、で1回ずつしっかり動作を止めていきます。ジャンプ動作っていうのは垂直跳びのことなんで、上にジャンプすることなんで、1回1回ピュアジャンプなんで止めて、そして瞬間的に爆発的に立ち上げて、また上にっていうことを繰り返してください。皆さん次行ってほしいものは、フライングスプリットジャンプですね。では皆さん動作をお見せします。またダンベル使います。で皆さんしっかりスプリットジャンプなんで、両足を裂いた状態にします。こういうふうに四条面状に今度は広げるっていう形ですね。ステップ動作を使う。でこの状態で両膝を90度曲げていきます。で体幹を固定すること。でこの状態で足を入れ替えてジャンプします。こうですね。こういうふうにですね、先ほどはただのスクワットジャンプでしたけども、ランニング動作っていうのは足が素早く入れ替えるんですよね。シザース動作っていって、こういうふうにして足を素早く入れ替えながら上に高く飛ぶ、瞬間的にパワーを伝えるっていう種目、これもやってください。皆さん次はいよいよ下からのパワーを上まで上げていくっていう形ですね。さっきの作業能力を最初に高めてくださいって前回もお話しましたけども、その中で絶対に最初にやってほしいこと、身体素性を整えることはもちろんですけども、体幹の固定性ですね、これも絶対ベーシックです。あとは股関節、足首の可動性、まあ、もちろん肩も可動しないとダメですけども、こういうパフォーマンスできませんけども、こういうトレーニングっていうのはもう絶対、こういうジャンプトレーニングとか爆発的なトレーニングをやる前に絶対完璧にしてください。ジャンプを飛んでる間に、例えば、こういう風にして力をためてるトリプルフレクションの状態の時に背中がこう丸くなるとか、こういう風に骨盤が後傾しちゃうとか、骨盤と肋骨が同じライン上に並んでいない、これこの時点で膝が前に出てますから、股関節の方は使えなかったりしますね。で着地の時にピタッと止まれないパワーポジション、体幹が固定されて股関節の可動、膝の可動、トリプルフレクションでパワーの吸収ができていない、絶対怪我します。パワーポジションを作るために、先ほどの体幹の固定力、股関節の柔軟性、足首の柔軟性、フレキシビリティ、こういうのすごく大事です。怪我の予防、力の発揮にもなるので、最初に絶対こういうトレーニングやってくださいね。スタートなんですけども、皆さん、ストリングストレーニングの種目でシュラクっていう種目がありますよね。こういうして肩が上に上がって強調する、下からのエネルギーが肩の強調までつながってきます。こういうまず動作をお見せします。まず最初は、デッドリフトっていう種目がありますよね。デッドリフトの種目、この膝の下までこうダンベルを下ろしていきます。こういう
で、ここから、ここはファーストプルっていうんですけども、ここまで来て、スクープ動作っていう、ここまで持ってきます。で、次にセカンドプルって言って、股関節まで上がってきて、ここからトリプルエクステンション。足首、膝、股関節が伸びてきて、肩までつながってくる。で、体幹が固定されている。もう動作をお見せします。こんな感じです。で、動作の最初に一気に力を加えてください。っていう感じですね。ポイントはですね、極端なんですけども、股関節の屈曲と伸展、ここを早く強くやってください。パワーの発揮はほとんどここで行われます。バッティング、ピッチング、リード&ゴー。全部、この股関節の伸展のパワー、内旋内転のパワー強く使いますから、これを絶対イメージして、これを絶対やってください。お願いします。皆さん、次がですね、ハイプルアップですね。先ほどのスターアップですよね。デッド、極端ですけど、デッドリフトの力からシュラップの力。今度は、デッドリフトの力からアップライトローまで持ってくるって形ですよね。先ほどより、より大きくダンベルが動いてますよね。ってことは、より大きいパワー発揮をしてるっていう形ですよね。皆さん、仕事量、力かける距離ですから。より長い距離を動かせば、それだけより大きいパワートレーニングになっているということです。で、それを早く行えば行うほど、仕事率がいいわけですから、パワーが強いということになりますよね。では、動作をお見せしましょう。説明さっきした通りなんで、もういきなりお見せします。体幹をきちんと固定してやってくださいね。しつこいようですけど、すみません。この状態から、一気に上に持ってきます。こういう形ですね。上に持ってくる。股関節の屈曲からの伸展を速くする、より大きい動作でダイナミックに行う、そして立ち上がりの動作を速くすること、これを意識して行ってください。お願いします。皆さん、次の種目がプッシュプレスという形になりますね。先ほどここまで上げてきた手が今度は上に上がるということです。動作をお見せします。まずは単純明快にスクワットの姿勢を取ってください。ハーフスクワットでいいです。45、この状態ですね。で、この状態からあとは一気に突き上げます。こうです。あとは一気に上に突き上げる。爆発的に上に行きます。で、まあ、我々、ね、まあ、僕はトレーナーに行くとですね、ディープスクワット&プレスって言って、もっと沈みます。まあ、これオーバーヘッドスクワットテストがクリアしないとやらせませんけど、ここまで下げた状態から一気に上にって形にしています。ここから一気に上に行く、下からのエネルギーをより上にですよね。皆さん、パワートレーニング、仕事量がすごく増えてます。今見てもらった通り、肩が稼働しなかったり、胸郭胸椎の柔軟性がなくって、こうぐにゃってこう前に行く選手もいます。こういうふうにして、これも力のベクトルの方向が下半身は上に行っているのに上半身が前に行ってますよね。体幹が固定されてないこと、柔軟性が確保されてないこと、こういうふうにして一番最初のベーシックなファンクションの部分ができていないと、こういう加速的なトレーニング、遠心力は慣性に負けて絶対失敗します。体幹の固定力、しつこいですけど、これを絶対作ってください。お願いします。